や仕掛けは面白い住みく暮らしのワクワククッキングを3箱開封していきたいと思います。リーメントのミニチュア、新年一発目の開封となります。これすごく欲しかった、すみっこ暮らしのワクワククッキング、なかなか単品で置いてなくて大人買い用しかないんですよね。だいたい予算的に3つぐらいずつ買っていきたいなと思ってるので、これも最後残り3つでした。で今回のラインナップ見ていきたいと思います。あ、ミニチュア炊飯器がある。明日はおにぎり弁当、2番目揚げ物に挑戦。あー、このあたりなんか切ったりとか炒めたりねできるのかな。でオーブンついてくる。パンケーキもなんだろう、ワッフルメーカー的なのがありますね。あー、これもアイスがトッピングできると、いいな。結構これ DIY ができるリーメントなんだ。はい、ということで3つ開封していきたいんですが、ちょっとね、オープン。え、嘘でしょオープン。全部ね、同じような重さですね。またか。なので今回は全部ばらけるといいなと思ってます。今回の狙いは炊飯器もな、欲しいですね。やっぱ炊飯器はねガチャガチャで持ってるんですが、炊飯器やっぱ気になっちゃうな。あとは切ったりとかこういうフライパンとかついてくるのが嬉しいかな。このアイスとか狙いは137でいきましょう。137いきます。まず一つ目、緊張する。今回はね被らないで。1個がね結構高いですよね、リーメント。いきます、オープン。あ、アイスじゃないこれ。来た、7番来ました。ひんやりクリームソーダ、やったー。今回はあのラインナップみたいな紙がついてない。あったわここね開くとDIY っぽくなってるんですよ。私がちょっと苦手なやつもうないと思った、今回はねはあ、なんだよ。アイスは、あーすごい、質感がやばいです。このふわしゃってやったような風になってます、すごい。でシールを貼るみたいです。ペンペン、ペンペンアイスクリームめっちゃかわいい。ペンペンアイスクリームに、なんてこっ、この子この子を乗せると、なんじゃこりゃ、かわいい。そしてこのキュウリのシールは、これキュウリの何、クリームソーダってこと美味しいのかな。リーメントってこうやって貼るのが多いですよね。よし、貼れました。めっちゃかわいい。これね本当に実際に商品化してほしいです、かわいい。でボトル完成して、これは、あ、このグラスの中に入れるんだ。あれ違う、あ、こうだこうだ、こうです。でこちらの、何これ、もしかしてミニチュアの氷が本当に作れる感じかな。ペンギンと猫だっけ、猫、クマ、猫かなの氷が作れるみたいです。いやー、ちっちゃいやつがここにいた。なんだこれ、すごいかわいい。ペンギンとトカゲと猫かな、かわいすぎるでしょう。でこれはね最後にクリームソーダの上にトッピングするんだ。で問題のここです、何を作るんだろう。あー、よかった、まだちょっと優しい DIY でした。ここ切り取ってコースターになるみたいです。じゃあいきます、アイスをすく、あすくってここに乗せると、おー、うまくいった。で、あ、違う違う、この氷も使えるみたいですよ。氷をまずはここに入れるの、入りましたね氷。氷を入れたのでこうだ、入ってる、3粒入りました。アイスクリームをすくいます。すくったらのせる、あー、こうでしょ、ダメだな、カフェクビになります。来た、よっしゃ、ここまでいいぞ。そして最後にこちらのさくらんぼをトッピングするということです。できた。おっと、キュウ
クリームソーダの完成です。いやいいよ、最初欲しいやつ7番出ました。残る狙いは1番と3番。このねちょっと揚げ物とかも気になりますね。あ、なんかこの嫌な気がする。パン粉絶対これカットするでしょカットしそうだな。このケーキも可愛いですね。ケーキでもいいな。あ、何このお弁当箱ってあるの、これ。あ、これミニチュア弁当作れるからやっぱ1番いいですね。じゃあ次行こう、2つ目いきます。2つ目、行きましょう。オープン。あー違うけど嬉しい。やっぱこのシリーズ可愛いですね。6番の好きな具材で手作りバーガー。これバーガー作れるんだ。食品サンプル級にこのレタスがリアルです。あーこれ憧れのやつ。私ハンバーガーにこうピックが刺さってるハンバーガー憧れなんですよ。一口で食べれないぐらいこの厚みがありますよね。なのでこの中心に刺さってるやつ憧れなんですよ。マックとかそういうのしか食べたことがあまりないので、こういう高級なハンバーガーに憧れてます。食べてみたいな。でこれはシール、お皿に貼るんですね。あ、嫌な予感がする。頑張って、よっしゃ。あーちょっとずれた、ダメ、ちょっとここずれてる、ダメだ。この後やるともう大惨事になるので、もうこれでしょうがないですね。あ、これピックの上に貼るんだ。旗になるんですね、これ。めっちゃかわいい。泣きそうなくらい細かいもうなんかこれはやばいです。小さすぎる。2つもねバーガーが作れるみたいで、チーズバーガーいこう。うわーめっちゃかわいい、これやば、めちゃめちゃかわいい。でこの子を乗せると、ういし、うわこれやばい、食べれないぐらいかわいいですね。うわーめっちゃかわいいな。ダメだ、フェイクフードが粘土で作りたくなってきちゃった。かわいい。おっ、でこれなんかおみくじ的な感じです。ケチャップで出ます。ケチャップをかけて完成と。いやーポテトもね欲しくなっちゃう、かわいい。でこちらは何だろう、ハンバーガーを包む紙ですね。テイクアウト用にこうハンバーガーも包めると、かわいい。ということで残る狙いはやっぱりねお弁当箱が気になってしまったので、どうしても一番欲しいですね。欲しい、一番欲しいな。いよいよラスト3つ目いきます。3つ目、ハンドパワーを送ります。なんか今回はダブってないような気がする。これ重いんですよ、謎に。なんだろう、今までで一番どっしりしてる。ちょっと怖いのがね、このオーブン的な重さ、こういう大物が入ってるんじゃないかなっていう。これ3番とかって意外と軽そうじゃないですか。今回は残り3つだったので選ぶことがもうできなかったんですが、なんか重いです。これオープン。あーケーキか、ケーキの重さだったんだこれ。8番のお祝いは特大ケーキで、あーでもね今回かぶってないのでよかった、いい結果でした。すっごい美味しそう。一つだけカラーが違いますね。ここだけねちょっとピンク。ちゃんと可愛いお皿までついてます。お皿とこれは憧れのこうケーキを取るやつ。わあこれも DIY に使えますね、めっちゃ嬉しい。これペンギンとかトカゲとかのねチョコレートになってます。いちごを刺していく。あもう超秘宝もうなんでこうなるんだろう。真ん中に何事もなかったかのようにこちらのチョコレートのプレートをトッピングし、あれ？そかそか、ここできるんだ。キャラクターはこの辺りか、ここですね。お皿も吹っ飛んでいきました。こうだ、
そしてこちらも生クリームを絞れるということですね。かわいい、やばいです。でこちらについているセットがこの土台に敷けるみたいです。でこのすみこ暮らしのワクワククッキングはどれが当たってもかわいい、いやもうね外れなしですね。かわいすぎました。こちらまたね単品で売っているところを見つけ次第購入していきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の横にあるベルボタンをプッシュして全ての通知を受け取るにしていただくと最新動画の通知が届くようになります。サブチャンネルの方にもぜひ遊びに来てください。